はい、どうも皆さん、こんにちは、ヤヨンでございます。ともしびの星難しいやっていきましょうということで、見えてるレジェンドたちを倒して、続きですね、光の、キーラの光たちを倒しているわけですが、残り今そこに2個あって、あとここに1個ですね。ここはなんか白と黒は逆になってる感じですね。黒がこっちにあって、白があっち側になってるんで、それは黒を倒さなきゃそこの白いけないんで、とりあえずここの2個倒して、あとキーラにも挑める形になってるんで、まあどういうことかわかりませんが、一回キーラ倒すとどうなるかも見たいんで、ちょっとじゃあやっていきますが、まずはじゃあここを倒していきましょう。はい。あ、ピーチですね、まずは。ウェディングスタイル。はい、オデッセイのピーチですね。このイラストのアミーボも出ていますね。私も持っています。さあ、じゃあエース相手なんで、エースですね。これでいいですか？行きましょう。お！最後の曲が流れてますね。思わず泣いてしまうような、あの BGM。さあ、ウェディングな2人なんですね。マリオとピーチがいるわけですか。ピーチは逃げてるわけなんですか。とりあえずじゃあマリオから倒しちゃえばいいんか。制限時間もないんで、あ、でも自分の HP がどんどん減っ、上がっていくわけか。ダメージどんどん受けてるわけだね。まあ、とりあえずじゃあマリオを倒しちゃうわけか。いけ。はい、マリオを倒しちゃいましょう。ほら、オッケー。そしたらピーチよ。ピーチ自分から攻撃してこねえんだろ。じゃあもう負けることはないね。深追いして落ちていくとかいうことがない限り。ほら、ほい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 、レイガン。まあ時間もないんでね、ポリンとか言うみたいな感じに難しさはないですね。多分逃げてるとはいえ、これはいけますよ。負けることはないですよ。まあ、とりあえずゆっくり逃がしときゃいいっすね、こんなのね。ほら、よし、ほいほい。なかなか当てないね。でもスマッシュもう一発当てればもう終わりですね。オッケー、ウィスマブッパさあ、ウェディングスタイルピーチゲット。ピーチでダメージ回復。ピーチでじゃねえ、ピンチでダメージ回復さあ、そしたらこの先レジェンドはやめてくれよ。レジェンドやひなは。じゃあまたこれ後ででいっか。とりあえずとりあえずね、キーラーどうなんでしょうね。倒してみましょうか。とりあえず光の弾はあと2つって感じになったんで、どういう感じなのかな。なんか同時に倒さなきゃいけないとかいう感じなのかな。よくわかんないですね。キーラー倒しても、キーラー倒したらね、またダーズの世界になっちゃいますけどね。いいのかな、倒しちゃって。まあどういうルールなのかわかりませんが、今キーラーに道がつながったので、ちょっと行ってみますか。じゃあね、まあ、今回、もう2回目のキーラなんで、あんま多分ね、変わってないと思うんですよ、攻撃とか。同じか、マスターハンドとかクレイジーハンドも何も変わってなかったんで、まあ多分同じだと思うんで、まあ1回目はね、正々堂々と回復なしで挑みましたが、まあ回復がやっぱ便利みたいなんでね、回復、オート回復デラックスをつけて挑みましょうか。これで行きましょうか。何がいいかね。ワリオまでいいか。じゃあ行きましょう。まあ、攻撃パターンもね、もう全部わかってるんで、まあまあまあ、あんまり一発で勝てればいいですね。行きましょう。さあ、キーラ戦ですが、どうなんでしょうか。倒しちゃっていいのかな。でも暗いね。周り背景が闇になってるよ。もっと明るかったよね。あ、どうだったの、気のせいかな。十字だから簡単だね、避けるのが。ダーズとは違って。クロスじゃないから。さあ、倒していきましょう。まあまあまあ、簡単に避けられてる。この曲、素晴らしいよね。曲が、BGM がもう、めっちゃかっこいい。これだけは難しいね。そして 41% っていう。めちゃくちゃ強い。あれだけは食らっても、でも、オート回復デラックスで、どんどん回復していけるね。これはなんだっけ？ああ、これか。4つ？ 4 つだね。おい、まあ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 、一発いけるかな。
どうでしょうね。ほら、オッケー。もう分かってるぜ。ほい。いいね、回復デラックスやっぱ強いな、確かに。さあ、4つ。あぶれ。ほい。あ、これなんかマントで返せるみたいな話を聞いたんだけど。お、ほんとだ、返せた。返せたけど、返せたけど、あんないっぱいあるんじゃ、意味がないね。十字、ここ食らう。あ、ここも食らう。どうしよう。あぶら。連続で来たわ。56。オッケー。さあ、こっから強くなるんだよね。お、なんだこれは。あ、あ、新しい技だ。なにこれ、クッパの、ウィーのニュースーパーのクッパの最後のマグマみたいな波。あ、そんだけ。これなんか新しい技出てきたね。なんかここから新しい技出てくる。とりあえず6個は変わりないね。あ、いて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 。あー、ここ危ねえ、危ねえ。避けられた。あれ食らってたら結構危なかったよ。さあ、お、なにこれ、新しい、ん、なんかやろうとしてたね。なんかやろうとしてた。多分今見たことなかったかもしれない。新しい技だったかもしれないけど、まあ阻止しちゃったね。いけますか、これで。十字、どこ、ここ死ぬ。ああ、十字レーザーの今コンボがやばかったね。完全、今もう完全に避けなきゃダメだったね。一個でも当たったらもう完全終了だった。まあまあ大体同じだね。これは強い。大体同じなんで、まあ次こそは必ず勝っていきましょうね。しっかり避けていかないと。ここやっぱね、崖より下はね、大体攻撃範囲ないよね。なんでそこに逃げるのが一番いいかな。これ4つはね、やっぱ1個ずつね、しっかり避けていこうね。よし、そんな上行ったら攻撃はしづらいでしょ。はい、それね、ここ OK。 最初は1回しか来ないね。後半だと2連続くんだよね、あれ。ちょっとそこ攻撃しづらいじゃないですか。はい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 、オッケー、オッケー。で、回復もしていくんで。ああ、回復やっぱ強えな。ちょっと受けてもね、ゼロにしてくれるからね。ああ、これは強いな、確かに。うわっ、オッケーオッケーオッケー。ほい、あ、これね、いけ。まだ4つ。あっ、一気に51。一回食らうとね、一気にパーセントがやばくなる。で、また避けてる間にね、回復してくれるんで、これはいいっすね。3つ。ここ大丈夫。OK。ここも OK。よしよし。あれね、まあ最初は一発ずつらがいいけどね。後半2連続だからね、あれ。やばいよ、結構。同じ攻撃を2連発でやばい。オッケー。自分のいた場所に来るのか、その時に。さあ、もう少しで終わるんじゃないですか。はい、これで第2ラウンド。これになったんだね。ここはあのファイターがさ、誰か来るみたいな感じだったけど、この新しい技はね、一回も食らわなかった。そんな強くもねえな。ファイターの方が厄介じゃねえか。爆発もするしね。お、これはなんだ、これ新しい技か。は、なにこれ。うわ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 、爆発した。スマートボムみたいな。あ、今の多分新しい技だね。あ、なんだこれ、なんだこれ。あ、うわ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 、あぶねえ。160に一気に160に、やば。これ新しい技や、今の。あれをさっきやろうとしてたんか。なんだあの波紋みたいな、一気に来て。やべえ、早く回復してくれ。もう一回あれ食らったら死ぬよ。これか、これは大丈夫。ここは OK。ここ、あっ、くっそ、これが難しい。やっ
ぱりあれがむずい。今のね、あの線の攻撃、あれがね、もう難しいよ、あれ。ガードじゃ避けられないしね。回避だと避けられるのかな。回避も難しいんだよな、結構タイミングが。さあ、行こう。意外とやっぱ強化されてんな。一回戦目よりも。強化されてるわ。これ回復なかったらもっと難しいね。まあ、とりあえず2回目なんで回復使っていきますか。なしでやりたいけどな。なしでもまあ頑張れば生きると思うけど。まあほとんどでも1回目と同じなんでね。そんな時間かかっても良くないので。これで行きましょう。ここ大丈夫。ああ、クラッチって。ちょっと食らってもね、それが回復で賄えるからいいよね。ここ食らうやん。くっ、あんな感じでね、一発食らうとね、そっちに吹き飛ばされて、その吹き飛ばされた側にね、レーザーあってっていう感じでコンボが繋がっちゃうんだよな。だから痛えね。ほら、ほいほい、ここ大丈夫です。一発はいけるんだよな。二発目がやっぱね、瞬時にアンチを探さなきゃいけないから、それが難しいね。これは大して、強力でもない。ファイターの方がむしろ強いんじゃないかってぐらい。いやー、どこ、ここ、ここ大丈夫。危ねえ。なんか音が一瞬消えてる。これどうすれんね。あれか、これタブーのオフガードみたいな感じじゃん。ちょっとゆっくり版、一気に160%になっちゃう。これやば。最後の切り札かキーラの。あれしっかり避けなきゃな。あれやべえよ。そしてまたさっきと同じパターンになっちゃう。あの線のやつで攻撃されて死ぬよ。あー、なに、これはあの太陽爆発スマートボムか。あー、ぶら、あぶね、あぶね、あぶね。十字どこ、ここは大丈夫。オッケー、よし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 。これは、あ、またオフハード。おいおい、え、いや、わかった、あれで来る、あのタイミングで来るね。じゃあしっかりね、その場回避で避けていきたいね。いや、キーラ2戦目強いな。さあ行くぞ。集中、ここは大丈夫だね、当たらない。当たったわ、ちょっと。まあまあまあ大丈夫、大丈夫。ほい、くそ、ほいほいほい、オッケーオッケーオッケー。さあ、前半はやっぱどんどん削れていくね。後半がね、全然削れなくなるからね。これね、これもね、まあまあまあ、そんな一発の威力はないからね、これは。大丈夫なんだよね。これ、今のタイミングか。今のタイミングが避けられたね。当たってなかったのか、避けられたのか分かんないけど、足元にでも当たってた感じ。うわ、なんで今度横になってるし。さっき縦だったのに。え、こんなこともあんの。え、これはちょっと難しい、避けんのが。でも吹き飛ばされることはないんかな、あれ。それだったらね。あ、スマートボムね。マリオがいる方向に来るのかな。あ、これか。ほっほっほっ、いて、一発食らうといて、一発がでかすぎる。でも3発避けられたね。あんな感じで避けていこう。あのタイミングで来るんだね、上に行ったら。これはね、これしっかり避けていこう。いけいけ、よし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 。オッケー、ほら、こっから全然削れなくなるよね。めちゃくちゃ高い。なんだ、あ、これか。うわー、ここが違う。あぶねえ、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 よし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 、108%。あ、
スマートボムね。いや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 、耐えろマリオ。オッケー、耐えた。何何する。おうわ、3体になってる、3体になってきてる。やめろ。でもどんだけお前やべえよそれ。あーやばい、シュ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 、ここ危ない危ない危ない、回避した回避した。よし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 、107%な、107%。十字、ここ大丈夫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 。オッケー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 、よし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 。これもまたさらに多くなってる。6個は変わりないね。いて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 、よしオッケー、ここか、落ち、避けた避けた避けた、今場所はやばかったけど避けた避けた、あのタイミングだね。よし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 、中心中心中心、ここ大丈夫、オッケー、よし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 、十字はしっかり避けないとやばいね。あ、奥ガード。あー、それはちょっとあと少しだったな。あれがやっぱ強力すぎる。50ダメージくらいあるよね、もう。3発買ったら150でしょ、一気に。いやー、強すぎるな、あれが。しっかりあれ避けないとな。範囲も広すぎるしな。連続で来るし。やべえ、よし、次こそは倒すぞ。めちゃくちゃ強い。あ、え、破壊できたん？お、新たな事実を発見。破壊できんだ、あれ。十字レーザー。あ、そうなんだ。じゃあ、ダースのやつも破壊できるんかな？避けるだけじゃねえんか。攻撃は最大の防御。攻撃した方がいいのか、じゃあ。オッケーオッケーオッケー、とりあえず第1ラウンド終わり。ほら、ほっ、よし、オッケーオッケーオッケー、タイミングが分かったよ。よしで、波のやつね。これはそんなに強くない。あ、横がやっぱあるんだ、ランダムで。いてててて、いてて、あつあつあつ、ガードも効かねえわ。63%になっちゃって、いった、いて、83か。ダメージがでかすぎる。あ、来た、ほっほっほっ、よし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 、完璧、避けられたぞ。ほら、それね、炎のやつ。オッケー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 、よし、なに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 、これなんだっけ、これなんだっけ。あー、3体出てくるね。やべえ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 、強い、キーラめっちゃ強い。最初の攻撃力低いな、後半めっちゃ強くなったな。いけ、あ、くそ、やべ、ね、危ない危ないね。十字はね、一回でも食らったらもう終わるわ。破壊すればいいんだな。あのファイターと同時に来る、ファイター同時のあの十字はえぐい。これ破壊できるんだね、こうやって。よし、これでアンチを自分で作ればいいんだね。アンチがないじゃなくて、探すんじゃなくて自分で作り出すと。よし、 OK、よし、オッケー。
とりあえずこの辺はね、まあ、回復でゼロダメージまで抑えられるからいいよね。とりあえずここは大丈夫。オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、それね、ここなら大丈夫。オッケー、さあ波が来ますね。さあ第2ラウンド開始。縦ね、縦なら大丈夫。いや大丈夫じゃない、いやいやいや大丈夫じゃない、意外と大丈夫じゃない。まあまあまあ、これであら大丈夫ね。これはね、絶対にアンチ探すか回避しなきゃダメだからね。ほら、あ、これ、よし、あ、やべ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 よ、よし、あー全部食らっちゃったよ。全部食らうと一気に 128% か、 100% 超えるのは当たり前だね。一個食らうとね、もう一気にもう全部なんだよ、全部食らうことになっちゃう。よし、オッケー、ほら、さあ何が来る、あ、これが、はい、うわっ、うえー、避けられねえ。てか目があるね、なんか目玉がさ3つぐらいなかった、あれがキーラの本体。ダーズも目があるけどさ、キーラも目があるんかな、やって。いやー、くっそー、いきなり十字か、うわーっ、いて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 、めっちゃ最初なのに食らっちったよ。まあでも最初のうちはとりあえず誤差のような攻撃はとりあえずね、あの回復してくれるんで大丈夫でしょう。ほら、ほい、本体3つあるんかな、あの攻撃するときだけ3つになるよね。今一発無駄にした、ケルベロスみたいな感じじゃん、顔が3つ、目玉3つ、痛い、食らっちったよ。ほら、ほいほい、ここ、よし、あえてタイミングがずれて爆発するんだよね、ボンバーマンみたいな。うわ、いてててて、よし、オッケー、よし、さあ第2ラウンド開始。50杯以内で抑えたい。あちゃ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 、あちゃ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 、はなんちゅう、オッケー、73か、なんだっけこれは、あ、スマートボムね。あ、オフカード置きます、はいはい、うわマジか、おーし、おーしでもねえんだよ、 136% か、めちゃくちゃ多すぎます。うわー、左側、この太陽目、ほら、おーし、はい、お、オフガードをくる、いやー、どっから来てんだろう、目玉か、目玉から走ってるんか、その場所がさ分かんないとさ、一個ずつならいいんだよ、タブーって弱くね、タブーって一個ずつじゃん、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、ってさ全部避けだけじゃん、これさいろんな場所から波紋が来るからさ、もう同じリズムじゃないんだよ、しかも重なったりしてくるからさ、同じところに回避し終わったところにもう一発来たりするから、もう回避不可能な場所もあるよね、場所によっては。だその場所も瞬時に見極めた上で回避をしなきゃいけないんでしょ、相当難しいよそれ。よし、とりあえずね、最初のうちはね、もう簡単なんで、さっさと、後半のところ行きたいですね。最初に負けることはないっすよ。
はいはいはい。ほい。おし、オッケー。さあ、第2ラウンド、早くも。ゼロダメージですね。さあ、これしっかり受けていこう。フッて、回避でいいんかな、こう、フッて。そうでもねえな。ほっ。あ、いけたでも。ほっ。33。まあ、最小限に抑えられたね、ジョー。あ、スマートボム。ここで爆発？どこで爆発すんの、これ。は？下まで来るの？うわ、なんでそんなとこで爆発すんの？あ、来る！はい！はい！はい！おっぺ、はい！オッケー！よし！いった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 。さあ、0パーまでまた戻せる。おーし、おーし、オッケー。お、いいぞ、いいぞ、これはいけるかもしんない。さあ、0パーまだ。あ、来た。どこ？左側！もう一発来る。右が、右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 ！おーし、よし、よし、よし、いったいった。よし、ほら、ここだ。何来る？何来る？あ、ホワイトたちか。ホワイトたちのその、火の玉かよ。嫌なコンビだ。爆発すんな、やめろ。よし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 。何来る？十字十字、ここどけ、やべ。よし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 、崖側で避けるのもありだね。6個ね。よし、1個しか当たってない。オッケーオッケー、2個当たった。まあ大丈夫大丈夫大丈夫、これぐらいは回復でなんとかしてる。ほっほっ、よし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 、 50% か。オフ波動がやばい。来た、はいはい、ほっ、よしよし、いけるぞ、これはこれはいける。オッケー、おい、あとちょっと、あとちょっとで、ね、いけ、頑張れ、削れ、あと一発あと一発あと一発、おらー、よっしゃー、来たー。どうした、キーラ大丈夫か、羽が散ってったぞ。はぁ、クリア、よっしゃー、やったぞ。さあどうなる、これでついにキーラを倒した。羽が散ってったからね、もう完全に撃破なんじゃないか。おお、キーラ倒した、マスターハンド君を。おお、ダースが闇闇闇、いえ、おい、あ、マスターハンド、あ、マスターハンドが、あ、あ、待って、どう、やべ、やっちまったか、これキーラ倒してよかったのか。お、ダーズ、ダーズやめろ、あ、あ、死んだよ、キーラ、キーラー、あ、マリオ、あ、え、え、え、なに、え、ゲームオーバー、嘘、待って、やっちまったの、キーラ倒しちゃったから、ちょっと、あ、ダーズの世界になっちゃったよ、闇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 、あ、ああ、え、あ、おい、おい、なに、アドベンチャークリアしたん、これ。アドベンチャーをクリアする、クリアしたんだ今の。え、どうなっちゃったの、じゃ、初めてアドベンチャーをクリアした、はぁ、あ、はぁ、あ、なんでクリアじゃないじゃん、あんなの、ねえ、ねえ、エンドか、バッドエンドやっちまったか、やっぱダメだったんだな、キーラだけ攻めてっちゃ、同時に倒す感じか、じゃあ。
どうなってんの一番最初から。やめてよそんなの。キーラ倒す前のとこからになるんかな。じゃあ、あーなるほど。はあはあはあ、これは無駄なバトルだったわけだね。まあでもとりあえず一つキーラを倒したっていう側の映像が見れたわけだ。かあ、あー、世界はダーズの世界に、闇の世界に落ちてしまったというわけなんですね。いや、バッドエンドですわ。やっちまった。はい、ということで、まあとりあえずキーラ倒す前のところから始められるみたいなので、じゃあ今度は闇ですね。ダーズ側を攻めていきたいなと思います。とりあえずキーラ側から攻めていったので、とりあえず戻って戻って、こっからね、今度はダーズを倒して闇のスピリットたちを倒していきたいなと思います。そしたら今度はキーラの世界に陥るムービーなんかも見たいですね。で、最後は同時に倒すのかわからないですけども、まあ、同時に光と闇を均衡に保ちながら倒してね、この世界に平和を保して平和を取り戻したいと思います。ということで、まだまだ続くとは思いますが、もう間もなく終わりは見えていると思います。頑張っていきましょう。ということで、今回はバッドエンドでした。アドベンチャークリアですね、ひとまず。はい。では皆さん、さよなら。